くしが、みは、青森県の南八甲田山系にある火山である。南八甲田山系の最高峰である。串し峰や、串し盆と記述されることもある。また、隣の下岳の関係から、上岳と呼ばれることもある。東北百名山に選ばれている。くけ棒など東側から望むと、山の形が、つげのくしのように見える。 金星の取れたなだらかな三角形の山陽をしており、裾野には広大な湿原が広がっている。6月下旬から7月中旬の花のシーズンに訪れると、裾野には広大なお花畑が広がっている。ただ、無雪期には登山のための時間があまりにもかかるため、夏に登山に訪れる人よりも、5月中頃までのスキーを利用して登山を行う人の方が多い。 山頂からは、戸和田湖や岩木山、北八甲田山、青森市などを見ることができ、360度の眺望を得ることができる。山頂から、廃道になったかつての登山道を降りると崩れた祠の跡がある。祠には、海山の経緯が掘られた石踏みがあり、その碑文によると、串が峰に登山道が作られたのは1956年10月である。八甲田山系の中で、 登山のための時間が最も必要となる山である。サルクラ温泉下、お花部山山頂駐車場からの登山道で登山、可能である。この道は、昭和8年から9年にかけて作られた車道であったが、ほとんど自動車が通らず、車道としては、廃道の状態になっている。長年の植物繊維と旋屈が進んで、極めて歩行困難な箇所が随所に認められ、雨天時には、 旋屈のため歩行不可能な区間もあるものの、この道の整備に関しては論議が存在する。1977年頃から登山ブームに乗って串毛峰を訪れる人が急に増え始めた。串毛峰の広大な東斜面には雪が多く張り付き、遅くまで雪が残る。一面の草地は雪解け水を含み、季節になると岩井町、ひな桜、ちんぐるまなどが咲く。 これが雪田と言われている湿原だが、登山客の増加の影響を受けてこの雪田紙に作られた登山道はえぐられ川ができ、そのため、登山客が別のところを歩くとそこがまたえぐられるという悪循環が繰り返された。そのため、山頂直下の登山道が尾根筋に新たに作られ、旧登山道は閉鎖され、植生復元が行われた。東北百名山地図町。 東北山学写真家集団大和警告社。ありがとうございます。